泣き顔、初めて見せてくれたね。ずっと我慢してきたんだもんね。司は我慢しちゃう人なので。最後までよく頑張ったな。これを読んでいる頃には私はもう眠りについている頃かな。私ね、ターミナルサービス。そっか、こんな広い家にお父さんと二人じゃ寂しいね。ううん、平気。お父さん優しいし、アレキサンダーもいるから。でもお父さん最近研究室ばっかりだからちょっと寂しいな。エドワード、お兄ちゃん。行かないでくれ。またカヌレをねだってよ。暇つぶしに電話してきてよ。友人 A で構わないから。行かないでくれ。置いていかないで。カヌレ、全部食べれなくてごめんね。たくさん叩いてごめんね。わがままばかりでごめんね。いっぱいいっぱいごめんね。ありがとう。メンボなんだろ。だったらお前見つけなきゃ終われねえだろ。ちょっと本当はもういいかい、もういいかい。だから最後のせーの、みんな見つけた。まさか、何を言ってるんだこいつ。エルがエルだと言うはずがない。変な奴だとは思っていたが、マジでおかしいのか。死にが、相場は決まっとるな。そうだろう、ナルトよ。もうよし、諦めねえ。
ませんの。ナルト、一緒に残らないか。奏がいてくれたらさ、こんな世界でも俺は寂しくないから。前にも言ったかもしれない、俺はお前と一緒にいたい。これから先も居続けたい。だって俺は愛してくれてありがとう。消えないでくれ。命をくれて本当にありがとう。もっと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 本当にいろいろなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。みんなとごめん、私ばっかり。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて本当に。さ、おいおい、勘弁してくれ。家で女房子供が待ってるんだ。ここで死ぬわけにはいかねえんだよ。いい演出だろう。くそったれ。エリシア、そんなことしたらパパお仕事できなくなっちゃうよ。エリシア、パパお仕事いっぱいあるって言ってたもん。やだよ、埋めないでよパパ。愛してくれて。ありがとう。俺とお前をまた引き合わせる。いらねえか。いや、いる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。おめえらもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。あ？ルフィ、次に会うときは海賊の高みだ。以前、世の名を聞いたな。あ、はい。世の名はメルエムだ。メルエム、すべてを照らす光。メルエム様。やはり言わねばならぬな。世は毒に侵され長くない。メルエム様。最後、小麦。あ、わかりました。こうですね。すぐ起きるから、それまでそばにいてくれるか。離れたことありませんよ。ずっと一緒です。なぎさ、なぎさ、ほら後ろのほっぺだ。ほら、な。さようなら、コロ先生。はい、さようなら。もうね、我慢しなくていい。サナエさんが言ってた。泣いていいのはおトイレかパパの胸の中だって。ああ、もう電車の中だ。暗い夜なの。そうだよ、真夜中なんだ。そう、パパ大好き。